人の時間、他人の時間を奪うということは、これはね、許されません、本来は。はいどうも、名言生活のモーリーです。このチャンネルでは、主に月曜素読という月曜日に出す動画にですね、名言の紹介をしています。素読という方法を使って、ありとあらゆる名言をこの声に出して読んでいこうという行為をやってます。はい、それ以外は私が好きなこととかを適当にバラバラ動画を作ってやってます。ということで今日は月曜素読行ってみたいと思います。6月ですね。6月10日は時の日、時の記念日ということで、時に関する言葉をやっていきたいと思います。私ね、太宰府市民なんで、時の記念日というとですね、このね、太宰府成長後にこう集まるというイベントが、まあ、あるんですね。こんな感じで。ですが、今日は太宰府に関係する言葉ではなくて、秋山実之さんの言葉を素読していきたいと思います。それではどうぞ。秋山実之の言葉、金の経済を、はい、金の経済を知る人は多し、はい、知る人は多し、時の経済を、はい、時の経済を知る人は稀なり、はい、知る人は稀なり、金の経済を、はい、金の経済を知る人は多し、はい、知る人は多し、時の経済を、はい、時の経済を知る人は稀なり、はい、知る人は稀なり、金の経済を知る人は多し、はい、金の経済を知る人は多し、時の経済を知る人は稀なり、はい、時の経済を知る人は稀なり、金の経済を知る人は多し、はい、金の経済を知る人は多し、時の経済を知る人は稀なり、はい、時の経済を知る人は稀なり、金の経済を知る人は多し、はい、金の経済を知る人は多し、時の経済を知る人は稀なり、はい、時の経済を知る人は稀なり、はい、ありがとう。これは説明いらないですよね。見た時、自分がどう説明しようかなと思った。自衛隊にいた時に、結構自衛官ってパチンコする人多いんですよ。パチンコ、ね、で儲かった話よくするんですね。儲けたよってね。でも、ね、まあ、それで4時間ぐらい使ってるわけじゃないですか。これですよね。これ一番説明しやすいですね。4時間を使って3万、4万儲けましたよって言ってますけど、3時間、4時間もあの機械の前にずっと座ってただけなんですよね。それは時の経済は失ってるわけです。お金は得たかもしれないけど、その人にとって他の何かもっとお金より大事なものが得れたかもしれない時を失ってるっていうことですね。はい、ということで、パチンコとかをする時間は無駄、ちょっと無駄だよみたいなことをですね、言ってましたね。まあ私が言ってたんですけど。で、自分の時間を失うのはまだいいですよ。人の時間、他人の時間を奪うということは、これはね、許されません、本来は。でも皆さん、いや、そんなことしてないって言うじゃないですか。例えばですよ、時間に遅れるっていうのも他人の時間、つまり時の経済を奪っていることになります。ですよね。でですね、この2、3年って、もう本当に時の経済を奪いまくった日本じゃなかったでしょうか。奪うことのできる人は力のある人ですよね。まあ、あえて言いますよ、政府、学校、まあ、大人一般ですね。大人が子供たちの時の経済を奪いまくった2年間ではなかったでしょうか。もうね、そういうのはやめてですね、せっかく、まあ、これも教訓としてですね、受け止めてですね、やっぱこれからね、この6月10日時の記念日を境にですね、時を大事にしましょう。本当にお金に転ぶ人が多すぎます。金の経済も大事ですが、時の経済はあらゆる世代の人にとって大事なんじゃないでしょうか。ね、老いも若きも時は本当に大事ですよ、お金よりもね、と私は思いますけど、まあ私もね、実際パチンコとかやってた時もあるんで偉そうには言えませんが、時の経済大事に生きていきたいと思います。名言を読めば元気が出る。最近このなんかオレンジの T シャツを着たくなる私です。はい、今の政治って時の経済も金の経済どっちも失ってる気がしますよね。はい、もうやめたいです。